はい、始まりました。水色赤の秋人です。ミチェルです。はい、今日はね、映画紹介しようかな。俺の大好きな、大林信彦監督の、映画。ついに来たね。ついに来たな。うん。なんかこう、好きすぎて、何を話していいんだろうみたいな。好きなものってそんな感じない？そうだね。何話していいみたいな。うん。まあその話は置いといて、うん。まあ何からしようかと思ったんだけど、うん。やっぱりこう、わかりやすく、商業映画第一作目の、ハウスっていう映画から。ハウス。これは1977年公開の日本映画。古いな。ファンタジータッチのホラーコメディ作品。同時上映は泥だらけの純情。ももえちゃんのね。そうそうそう。よ、知っとるわ。知っとるよ。これ、まあ、ウィキペディアに書いてあるんだけど、まあ、先に、ストーリーだけちょっと説明しとこうか、簡単な。ストーリーは、夏休みが近いある日、高校生のおしゃれは、おしゃれっていうのは主人公の、まあ、あだ名みたいな、ニックネームな。おしゃれは、突然帰国した父から再婚相手を紹介され、ショックを受ける。夏休みに父や再婚相手と軽井沢に行きたくない彼女は、いつも演劇部の合宿先に利用していた旅館が一時休業になったと知らされ、代わりの合宿先を長年会っていなかったおばちゃまの家を提案してしまう。慌てた彼女は後からおばちゃまに訪問したい旨を手紙で伝え許可をもらう。おばちゃまっていうのは、おしゃれっていう子の、死んだお母さんのお姉ちゃんになる人な。そしておしゃれとその仲間たち7人は、ハウス屋敷に向かう。しかし、担任の東郷先生が出発前に事故で遅れてしまい、部員たちだけで行くことになる。電車の中でおしゃれは、おばちゃまの悲劇を仲間に伝える。この悲劇っていうのは、未来を約束されたはずだった最愛の婚約者に赤紙が届き、婚約者は戦地へ行ったっきり帰らぬ人となってしまう。悲しみに暮れるおばちゃまに追い打ちをかけるように妹、これはおしゃれのお母さんのことな、妹の結婚式が行われる。電車からバスに乗り換え、さらに徒歩でハウス邸に到着。7人はおばちゃまに歓迎されるが、その後降りかかる斬撃のことは予想だにしていなかった。怖いお話。っていうあらすじなんだけど、これ怖いと言いつつもちょっとコメディも入ってるし、なんだかんだ言うとこの、一つも怖ないや、こんな映画。まあ、そうなんだけど、もう、実験映像というかもう、バリバリの少女漫画の、その当時の少女漫画を、映像化したような小回り、パッと割り、そして背景とか小道具とか満載で、むちゃくちゃ面白い。そうだな。すごかったね。こう、ホラー、純粋なの、J ホラー、ジャパニーズホラーみたいな、キャーとかいうようなのを、期待してみると、すっごい評価低いと思う。そうなんだ。これは、芸術映画よな、どっちかって言えば。なんか、学生が作ったような、で、今ある最新の、技術というんかな、そういうの全部入れてみて、面白おかしく若い子たちが、おもちゃ箱ひっくり返したみたいな。玩具箱ひっくり返す。そんな感じの、ホラージュとか、エフェクトとか、もうふんだんに使いまくった、トリップアートとか、そんな感じだった。フィルターとかもうなんかすべてのものを使ってやりましたよみたいな。そうだな。ホラーの描写とかもこれはもう昔のあの映画監督へのオマージュだな。中川信夫とかのあのホラー映画の、畳がブリーンってひっくり返ったりとか、猫がグリーンってなったりするようなオマージュをいっぱい使っとったな。使っとったな。これ何話したらいい？ストーリーに沿ってなんかこう言ったらいいかな。なんか、とにかくこの、可愛らしかったな、若い頃の、誰ちゃんが出とんだったっけ？誰ちゃん？出とる人。池上君子。池上君子って言うんじゃん。おしゃれ。
なあ、とっても綺麗な人だったな。うん、あと、大場久美子。大場久美子。うん。むちゃくちゃ可愛い。可愛かった。うん、可愛かった。松原愛。知らんけど、この人は。うん、小林亜生が出とったり、うん、あとなんか男の先生役の人。先生役はね、キーよ。うん、尾崎清彦。あ、そっか。尾崎清彦。これまたなんか、ええな、コメディうまいな。うん。出とったり、五、うん、大吾も出とったんだろ。あ、出とった、出とった。で、監督本人も出とったんだろ。出とる、出とる。娘も出とるけど。うん、あ、そうなんだ。うん、まあ、娘の、一言からこの話を。そうそうそう。そうそうそう。そうなんや。このハウスという映画は、うんうん、娘がある日、母親に言った何気ない一言でしょ。うん。なんて言った家に人間が食べられるような夢を見たみたいな。鏡の中の自分がって書いてあったで。あ、そうなんだ。うん。どっちが本当な、うん、知らん。ウィキペディアには、鏡の中の自分に襲われる夢を見たみたいな。うんうん。感じのことが書いてあったけどな。そうか。うん。まあな、この、大林信彦って、うん、当時 CM とかのディレクターしよったかな、まあ監督。うん。で、それまではもう、要は、インディーズ映画の人。うん。だったんよな。うん。インディーズ映画も面白かったけどな。いや、面白いんだけど。その中の手法もこの中にちゃんと使われとったな。ちゃんと使われてる、使われてる、うん。で、これが日本の映画史にもちょっと関係してくる話になるんだけど、うん。映画、昔の映画、その70年代以前の映画っていうのは、うん。監督っていうのは、うん。まず、その映画会社、松竹だとか、うん、東宝だとか、うん、そういうのに入社するん、うん、会社に入るん。そうなんじゃ。そこから、平たく言うと、うん、監督部門に回されたり、うん、美術部門に回されたり、うん、そこで頭角を現した人が、名監督となっていくみたい。うん、だから黒沢明も、うん、東宝の社員なんや、うん。で、それで監督として、頭角を現して。うーん、小津安二郎も、松竹の監督なんや、うん。あ、そうなんだ。らしいよ。へー。なんかその辺の細かい縛りは分からんけど、うん、そういうことらしいんよ。で、なぜこの映画が画期的って言われとるかっていうと、うん、今まではその会社の専属の映画監督っていう人が、会社に言われた映画を撮るっていうのが今までの映画の流れだったのを、うん、この、まあ、東宝か、これは。うん、東宝が、今までにない面白い映画を作りたいと。うん。そういう時にどうするかって言ったら、うん。面白いインディーズの監督を、うん。引っ張って引き上げてきて、うん。自分の映画会社で映画を撮らせようって。うん。それが大林信彦だったっていうな。そうなんだ。うん。なるほどね。うん。だから今のこの映画界の流れ、うん、監督っていうのがまあ映画学校出たりまあ自主制作とかで映画を作っていって、うん、どんどん上映して人気が出ていって認められて、うん、大手がうちでも撮ってくれとかっていう流れっていうのはなんかその大林信彦が自分がわしが作ったんじゃよったわ、うん、まあこれはハウスとかな DVD とか、うん、買ったり借りたりレンタルしたりしたら、うん、本人が喋りおるわ。そうなんだ。映画本編より長いこと喋る。いつものように。いつものように。じゃあまあもう言いたいことは言ってしまったような気がするけど。うん。ちょっとストーリーを見ながら、うん。ちょっと名シーンとか面白かったところをちょっと見ていこうかな。うん、見てて。喋っていこうかな。うん。まず最初まあこの女子高生たちのたわいもない、うん。会話のシーンとか。うん。あれのなんかこう、わざとらしさとか、うん、あれの。なんか見よるこっちが恥ずかしくなるような。そう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 、うん、でもあれって、うん、少女漫画とかってアージャが。うん。そうだね。昔の、特に。うん。なんかそういうのをよう表しとるなと思って。うん。で、これ逆に考えれば、うん。漫画を例えば原作に忠実に映画化すると、うん。あ、原作に忠実に、映像化してくれてないから、うん、バットみたいな評価とか、あるけど、うん、逆に漫画を原作に忠実に再現しすぎると、うん、おかしいで、うん、っていう風にも取れるよな。そうだな。これは逆にこのハウスなんかっていうのは、うん、そのおかしさ、不自然さを見せるのもまた一個の見せ場みたいなところがあったりとか、うん、で、漫画っぽいなと思うところが、うん、
コマを飛び出して登場人物が登場したりとか、うん、画面の方をカメラ目線で見て喋り出したりとか、うん、これって漫画とかでよく使われる手法じゃない、うん、メタフィクションって言うんだけど、うん、メタフィクションね、メタフィクションって言うんだけど、うん、要は自分たちはその作品の中の登場人物であることを認識しとる、うん、登場人物たちが、うんうんうん、そして展開される物語みたいな、ちょっとこの不思議な読んでる側と、読まれている側みたいな、うん。まあ、そういう面白い感じもあるんだけど、これ説明下手じゃけどな、これ。うん。下手くそ。うん、ごめん。まあ、この物語の面白いところは、うん、開けてくるな。うん。ジオちゃん、やっぱり来たかったんじゃねえか。ジオ、怖けんだろ？はい、おいで。もう、こいつ、拙者を困らせやがって。うん、それ少女漫画だ。少女漫画にありそうなセリフじゃない？お主は、拙者を困らせたがる名人だな、いやー、これはすまん、すまん。そういう感じだな、うん。なんか70年代とか80年代のあのノリな。ノリな。少女漫画の。うんうん、ああいうのがもう、うん、満載に散りばめられとる映画だったな、うん、でしかもこれ結構大林映画の特徴でもあるんだけど、うん、説明部分みたいなのって、うん、結構早口で、うん、で画面場面もバシバシ間髪入れず、うん、切り替わるみたいな、うんうんうん、これって今のその YouTube とかで言われるような、うん、人に真剣に聞いてもらうには早口でまくし立てるみたいな、うんうんうん、なるほどな、みたいな。そうなんだ、うん。で、どの辺話そうかな。あと、やっぱりこの、アニメっぽい感じの表現の一番こう、いいな、面白いなと思うのが、うんうん、少女たちと一緒に先生が、うん、じゃあその別荘、別荘じゃない、おばちゃまんちか。うん、おばちゃんち行くな。に行こうって約束して、うん、先生が家から出るシーン、うん、これあそこすっごいいいなと思うの。そうなんじゃ、あそこクソじゃなと思った。そうなんじゃこの茶番はみたいなやつだろ。そうそう、いきなり、うん、いきなり音楽がかかって、うん、みんなというか、うん、踊り出して、うん、でまず家の下の階から映って、うん、カメラが上に向いて、うん、先生がその上の階で、うん、あくびをしおるシーンから始まって、うん、そっからすぐ降りてきてカメラがまた引いて、うん、で先生が降りてきて、まあ挨拶かなんかして、うん、軽快な音楽とともに、うん、でそこで階段を降りたところで、うん、ストップモーションを使ったような、うん、先生が事故に遭うシーン、コミカルな、うん、それでバケツにケツが刺さって、そのまま階段をポン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 と降りていって、コロコロコロって回ってみたいな、あそことかな、うん、もう一瞬で全ての情報がわかるみたいな、うん、先生はこういうとこに住んどって、うん、こんな感じで降りてきよったところを事故に遭いましたよみたいなシーンが10秒ぐらいで、うんうん、これ大林信彦っていうのが、うん、CM ディレクターだったゆえにできたことかなと思うのが、うん、CM って、うん、30秒とか15秒とか1分でもいいよ、うん、に全ての情報をまとめ上げる、うん、見とる人は30秒で全てが分かったよね、うんうん、気になってしまうみたいな、うん、そういう手法を手法取っとるってことだよね、うん、かなと俺は思って、うんうん、はい、じゃあそれで、うん、あとまあ次のシーンで、うん、まあ先生が事故で来れんくなりましたと、うん、じゃあ仲間たち7人だけで、うん、じゃあおばさんとこに行こうって言って、うん、新幹線特急かなあれ、うん、乗ります、うん、新幹線じゃない電車だろ、電車か、汽車だな、汽車、うんうん、あれあれなんよな、この主人公の女の子がオシャレっていう名前なんよな、うん、あ、そうか、登場人物の説明とかせんでいい、うん、これ一人一人がな、うん、なんか変なあだ名なんよ、名前が、うんうん、主人公はオシャレっていう、オシャレだからオシャレっていうあだ名なんよな、うんうん、で、さっきも言ったけど、うん、これが池上紀美子っていう女優さん、うん、綺麗だね、うん、7人おるんだけどな、うん、あ、もう一人はファンタ、うんうん、大場久美子が演じおる、うんうんうん、ファンタ、なんでファンタなのこれ、ファンタジーだから、ファンタジーだから、ファンタジーの女の子だから、うん、大場久美子この時13歳だったんだって、あとな、このファンタっていう名前には、うん、スポンサーである、うん、コカ・コーラとかも関わったんじゃないの、ああそうなんじゃ、うん、スポンサーだったんじゃ、わからんけどな、知らんけどな、だってハウスっていうの
ていうタイトル自体も、うん、ハウス食品かなんかがスポンサーに関わっとるけん、ハウスなんじゃね。せっけーな。まあそういうもんね。うん。まあね。うん、で、もう一人の女の子。うん。松原愛っていう女優さんが演じるガリ。うんうん。これガリ弁だからガリなんだろうな。あのガリ、あの寿司についてるあのガリをガリガリ食べるけんガリじゃなくて、多分ガリ弁なんだろうな。寿司好きな女じゃねえんだよ、うん。だってなんかメガネかけとったもん。うん、ガリ弁っぽい感じよ。そうだな。うん。うん。今度は漫画っぽいな、その。そうじゃな。うん、で、もう一人は、辛坊、辛坊。辛坊。辛坊ミキス。うん。が演じる女優さんな。うん。クンフー、カンフーって読むか、クンフーって読むか知らんけど、うんまあ、カンフーが得意な女の子。うん、あっちょーじゃな、うん。うん。この子も可愛いらしい女の子だったね。うん、で、次にもう一人の女の子は、猫がご飯を食べおるけど、うん、そこは気にせずにな。うん、佐藤美恵子さんが演じるマック。うん、これはもしかして、マクドナルドの？これはマックっていうのは、ストマック。うん、英語で言う、胃っていう意味。胃腸の胃。胃がストマックって言うんだけど。うん、あ、でも、ウィキペディアは、ストマックっていう意味と、マクドナルドの通称からだけ。うん、マクドナルドもスポンサーだったんか？その頃ってマクドナルドあったんじゃ。それあったろ。そうなんじゃ。うん、もう40何年前だろ？うん。それじゃ当時の人コメントくださいじゃん。うん。44年前とかよな。うん。あったと思うよ。1977年だった。あったと思うよ。そうなんじゃ。うん、で、もう一人の女の子は、うん、宮古明夫さんかな。よくもう、字が読めんけど、うん、スイートっていう名前な。まあ、乙女チックな女の子だったんだろうな、スイートって。この少女漫画のホラーに出てくるようなな、うん、この格好。そうだね。うん、そんな女の子。うん、あとは、田中恵里子さんが演じるメロディーっていう女の子ね。うんそうやって、女の子7人に、みんなこう、メロディー、スイート、マック、クンフー、うん、ガリ、うん、ファンタ、オシャレっていう、うん、あだ名がついたんやな、うんうん。これちょっと覚えるの大変だった。うん、7人もおるもんじゃし。うん、でも、うん、バックに、でっかい字で、オシャレとか書いてあったけ、うん、あ、この子オシャレなんじゃ。な、うん、この子がメロディーなんじゃっていうのは、わかりやすくな。うん、それもあの、映画の要素として大事なところ。うん、説明を入れ、をダラダラ入れるんじゃなくて、うん、うん。この子はスイートです。うん。とか、この子はマックですっていうのを、うん。見りゃわかるだろみたいに しとる、しとくっていうのも、うん。一つの手法よな。そうやな。うん。まあ、この7人が、うん。おしゃれのおばちゃんの家に、7人で行って、うん、そこで事件が巻き起こる。ほうん。これは、ホラーっぽいんだけど、もう全然ホラーじゃないけどな。うん。な。まあな。うん、楽しい。うん。これとても面白かったで。うん。賛否両論あったの？あったらしいよ。当時もな、うん。あったらしいよ。やっぱりその、昔からの映画ファンとか、うん、映画評論家とかは、うん。なんだこのあの、継ぎはぎみたいな映画はみたいな。うん。こんなあの、合成だらけで無茶苦茶なのはみたいな。うん。うんうんうん、でも、若者とかは、すごく衝撃を受けたとか、うん、後々映画監督になっていく人たちも、これに感銘を受けて、うん、映画ってこんなに自由で面白いもんなんだと言って、うん、映画監督を目指したっていう有名な監督さんもいっぱいおる。そうなんだ。うんまあ、結局、うん、外国で、うん、めちゃくちゃ売れて、うん、日本でも今はもうカルト的な、うん。そうそうそう、逆輸入的にな。うんあれ、ちょっと猫が喧嘩しだしたね。うん、落ち着いて、来なさいよ。ほいで戻るね。はい。そういう映画だった。うん、でもじゃあこのおばちゃんのな、うん、おばちゃんの名前がな、面白いなと思ったのはな、ハウスカレーって言うんだろ？あ、そうなんじゃ。おばちゃんの名前。おばちゃま、おばちゃまって呼ぶよるけん、うん、もう名前出てこんのんだけど、うん、ハウスカレーって言うらしいよ。あ、そうなんじゃ。うん。歯はこの飛ぶ。葉っぱ、うん、葉っぱじゃなくは。うんうんうん、鳥が飛びおる花、うんうん、で嘘はこの嘘で何とかをつきま、餅をつきましたみたいな嘘、うんうん、で、蚊は香り、うん、霊はこの霊むっちゃハウスじゃんハウスのカレーだろ、うん、うん、ハウスカレーっていう名前らしいわ、うん、もう名前出てこんのんじゃけどな、うん、これな、うん、南田陽子もう帰ってくれ陽子の違う違う違う待ってくれ陽子待ってくれ陽子か、うん、帰ってくれ陽子じゃねえか、うん、違う違う
その南田陽子さんな。うんうんうん。いや、生前、演じよった。うん。そうな、南田陽子な。うん。長戸博之の話すると長くなるけんやめよう。うん。長戸博之の話は、しませんぜ。うん。旦那さんね。うん、また次回な。うん。そんな人も出とる。うん。まあ、このおばちゃまなんだけど、うん、この人が、人間食うんよな。そうじゃな。うん。まあ、そう、設定で言うと、うん。途中でこれは明かされるんだけど、うん。この、ハウスの本編、開始より数年前にすでに死んどるっていう設定なんよな。うん。そして、屋敷と一体化して、うん、若い女性を食べるっていう、うん、その屋敷と一体化した化け物になった、うん。妖怪にな。そうだね。うん。っていう存在なんよな。うん。で、このおばちゃまの家も、洋館なんだけど、うん、家の中はちょっと和風な感じがあったり、うん、洋風な感じがあったり、うん、それがまたな、うん、和洋折衷、混ざって混ざって、うんうんそれもまた楽しかったよ。うん、そうだな。うん。で、これ、おばさまの、おばさまって、おばちゃまの、うちに行く途中の、電車の中のシーンも、うん、この情報量すごすぎるって思った。ああ、そうだな。もう、座席に座った時の、うん、まず、客の顔ぶれとか服装がまずやばすぎる。うん。で、なんか、ホラーかなんかの本とかもなんかあったよ。あ、そうなんだ。うん。で、その後は、そのおばさまが、うん。どういう人生を辿ってきたかみたいな。うんうん、実は婚約者が、戦争に行って、帰ってこんくって、未だに待ち続けよんじゃと、うん。結婚もせずに。赤髪が来てな。そうそう。っていうのをやるんだけど、うん、それもなんか矢継ぎ早に映像をバン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 出してきて、うん、そこにその話を聞きよる少女たちの会話とかも混ざってきて、うんものすごい情報量が入ってくるんだけど。そうだ、見てる。あのシーンが好きじゃわ、結構。うん、ああいう戦、あの、大林といえば戦争。うん、そうだね。反戦点。うん。なんだけど、うん、あの、結構好きな話じゃな、あの戦争。で、こんな辛い思いをしてる人たちがいますね、みたいな。感じがちょっと、面白い、うん。うん。そうな。うん。うん、まあ、すごいシーンだったわ。うん、で、結局この矢継ぎ早に情報をバンバン詰め込むって、うん、晩年の作品でもやるんやな、うん。そこがすごい面白いとこなんだけど。うん。そうだな。うん、で、あと、向こうの駅に着いた、バス停かな、うん、軽井沢だったっけ、おばちゃまの家の。うん、着いた時の、うん、後ろのあのパノラマっていうんか、ジオラマっていうんか、うん、絵を描いた幕を貼ってあるんやな、うん。外でロケをしとんのに、うんわざと幕を張ってある、うん、景色をが書いてある。そうやな。これがまたその不思議な雰囲気を醸し出しとるというか、うん、絵本の中とか、うん、ファンタジーの中に入り込んだような演出としてすごくいい感じになっとる。うん、そうやな。今もな、うん、きっと見てると西田くんが喋るとき、顔だけは本人で、うん、あとは絵になってると思うんだけど、うん、あんな感じよね。ああ、そうだね。まあいいや。そうそうそう。うん。なんか、絵と、人物をちょっと合成して作ってるみたいな。うん。うん。うんうん、で、まあ、そうして、うん、おばさまのうちについ着くわけよな、7人の少女たちが。うん。で、おばさまの家で、怪奇現象みたいなのが起こるみたいな。うん。うん。そうだね。うん、おばさまの家で、7人の少女たちは、次々と、死んでゆくのだ、うんうんうん、そういうことじゃん。おばさまは、人間食べるけんな。うん、そうだな。うん。カニマンリズムや。あ、ほんまじゃな。うん。またこのあの、井戸のシーンとかもさ、少女漫画チックって思ったのが、うん。こう、井戸の、うん。水の方からこう、上を取る。うん。井戸に桶を落としてくる少女たちの顔を下から覗き込むような形で、うん、カメラを撮るんだけど、うん。その時に井戸にこう、まとわりついとる、うん。ツタ。うんうん、とかの感じとか、ね、花の感じとかが、うん、むっちゃ少女漫画じゃが、うん、綺麗だったな、うんうん、まあ合成とかいろいろあるんだけどやっぱり景色も綺麗だったし、うん、ちょっとノスタルジックな感じとかがあって、うん、懐かしさとかな、うん、その中でもやっぱり外国と日本とごちゃ混ぜ感もあったりとかすっごい面白い映像ではあるんよな、うんこれ以上何を言うんって感じだけど。まあ一人一人死んでいくんよ。そう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 。最初に死んだのが。うん。もうこっからじゃもうネタバレになるわ。そうじゃな。最初に死ぬのはな。うん。マックじゃ。うん。マックはちょっと小太りな、食いしん坊な女の子ね。うん。うん、冷やし、
井戸で冷やしていたスイカを取りに行くわ、って言って帰ってこんくなるんです。うん。違うよ。マックは、なんかどっかに、行ったの。あ、マック帰ってこんくなったんか。どっか行ったまんま。うん。わしだもん。うん。まあまあまあ。わしだけど、うん。それで、うん。まあ、じゃあもう先にスイカ食おうぜ、みたいな感じで、うん、井戸に冷やしとったスイカを取りに行ったら、うん、スイカを引き上げたはずが、マックの生首が出てくるよな。うん。そう、生首が出てきて、うん、いやーってなって、うん、生首って言うって言ったら、うんうん、なんか、生卵って言おうたで。出た大林。ふざけとったな。うんうん、ふざけとったわ、あれ、うん。まあでも、生首がお尻をガブーって噛んで、うん、ギャーってなったな、うんうん。この生首のこの作り物加減も、リアルじゃないよ。リアルじゃないけど、うん、逆に面白いみたいだな、うん、そういうの。チープなな。うん、あ、もう合成丸わかりみたいな感じなんだけど。うん、それをわざとやっとるが面白いんっていう。うん、あとね、夕焼けの感じも、もうわざとだろ、あれ。わざとわざと、あれは。でも、すっごい綺麗なんよな、あのシーン、うん。夕焼けが、夕日が綺麗だわ、うん、夕焼けが綺麗だわって、思いながら、うん、このスイカを井戸からあげるんだけど、うん、空を見ながら、うん。で、パッとスイカの方を目にしたら生首だったのよな。で、にゃーって生首が笑って、ファンタって言うんじゃな。それで、ギャーってなるんじゃ。そうだったな。うん。あそこもまあ、有名シーンだろうな、うん。有名なシーンだな。うん。あとは？あと次殺されるのは？うん、ちょっと順番覚えてないな。うん、誰が死ぬ？次。お人形さんに殺された人？ああ、おしゃれじゃなくって。スイート？スイートか。スイートかな？なんか、布団に殺された。そうだな。布団が。あれなんか不思議な死に方だったよな。うん、不思議だった、不思議だった。なんか布団に吸い取られたというか、うん、後を見たら服があって、うん、あれなんかストリップでもしてたのかしらみたいな、うん、お友達とか違うったけど、うん、消えたみたいなな。うん、そうだな、うん。うん。ちょっとよくわからんかったけど。あとまた後半に、このスイートの死体が出てくるし。うん、え、そんなだけ？あそこがもうな、うん。言うなればかっこいいって、かっこいいって言ってしまうとあれなんだけど、うん。時計の中に。ゼンマイ時間かけ。そう、ゼンマイ時間かけの時計の中に、うん。中でスイートがこっちを見とるみたいな。あ、そんなあったんじゃん。そこから血がバーって出てくる。全然見てる、そこ気づかなかったわ。うん。そんなあったんじゃん。でも面白いかも。うん。面白いけど、うん、ちょっとこの話だけを聞きよると、うん、最近のそのホラー映画のあのかっこいい洗礼された、うん、怖いシーンみたいな風に感じるかもしれないけど、うん。全然ギャグがな。そうそうそう、ギャグない。うん。ギャグ。ギャグと、ホラーと、実験と、おふざけと、おふざけ多めじゃない、まあ、ギャグとおふざけが一緒かもしれんけど、うん、ま、で、まあ、真面目なところも、反戦のところは真面目なんだろうなと思うし、うん、そういうのがもう、てんこ盛りの映画だと思って、うん、これはまあ、見る価値があると思うよ。うんうん、外国人大好きよな、この映画。大好きじゃな、うん。絶対この映画の話になる。うん。うん、外国の人大好き、うん。大林の名前は知らんかったけど、ハウスでしょとか。あとこのハウスの、うん、もっとあの、外国のマニアックな映画好きの人って、うん、ハウスよりも前に、うん、例えばこう大林の話になった時に、うん、知ってますよ、大林、うん。いつか見たドラキュラの人でしょって言ってくる、うん。すげえな、外人と、うん。このいつか見たドラキュラっていうのは、うん、大林がインディーズ監督、うん、インディーズ映画の監督の時に撮っとる映画なんよ、うん、これもすっごい名作なんだけど、うん、日本の商業映画には絶対出てこんような映画なんよ、うんうんうん、それを外国の人が、うん、しかも水色赤に声をかけてきてくれるような人が、うん、知ってますよあの映画って、うん、びっくりするわ俺、うん、びっくりするか俺は、うん、俺はびっくりする、うん、まあ、外国で水高の CD を作ってくれた人もな。うん、そうそう。好きだったもんね。好きって、うん。この映画が。ドイツの方もな。うん。うん、そうじゃな、うん。ドイツのおじちゃんも。私はこれだったら見たことあるって言って。うん、いつか見たドラキュラかよっていう、うん。でも、いつか見たドラキュラの感じが、このハウスにもちゃんと出とったよ。出とる出とる出とる。例えば、今までは、おばさんが、おばちゃまが出てきて、うん、バラを握っとって、うん、バラのトゲでピッて、うん、手を刺してしまって、うん、血がプロと出るだろ、うん、その血って、絵なんよな、そこだけ。そういうなんか面白いシーンがあるんやな。うん、あったあった。面白い。コラージュが
もうとっても面白いな。うん、そうそう。コラージュも天才的な思うよ。うんうん、あれは、普通の映画を見に行こうと思って見たら、うん、ここ、荒すぎるじゃねえか、失敗じゃがなって思うようなところを逆手にとって、うんうん、そうそうそう。うまいことしたんだろうね。そういうことだ。うん。で、あとま、この映画の中で、あともう有名なシーンといえば、うん。人食いピアノ。うん。食べられちゃっとった。そうそう。ピアノを弾き寄ったら、うん。ピアノのあの、なんて、蓋みたいなのがバーンって落ちてきて、うん、まず指が取れる。うん。あれ？みたいな。うん。その後、ピアノがどん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 人をピアノに吸い込まれていくというか、うん、あそこもすっごい合成で、そうやな。もうトリップアート。うん、トリックアートじゃないよ。トリップよ、もう。うん、あれ、もう、むちゃくちゃな合成で。うん。食べられちゃった。うん、なくなっちゃった。ってことだよ。うん、あそこも名シーン。うん。そうだよな。うん、あと、やっぱりな、うん、この真面目というか、今までも真面目なんだけど、うん、このシーン、すごい、綺麗に撮りたかったんだろうなというか、うん、かっこよく撮りたかったんだろうなっていうのは、うん、おしゃれの白無垢のシーン。うん、ああ、白無垢のな。もちろんな、その前のおしゃれが、白無垢になる前に、うん、鏡を見るときに、うん、おしゃれっていうのは主人公の女の子、うん、おばちゃまの、めいっ子じゃない、うん、が、鏡を見るときに、もうおばちゃまが多分取り付いたよな、あのときに、うんうん。そのときに、うん顔の一部がポロって剥がれて、うん、そっから炎がバーって出てきて、うん、で、顔がボロ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 って、うん、だんだん剥がれていって、うん、全部炎になっていくの、うん。あれな、大林の、うん、なんていう映画だったっけ、なんかにもあんなんあったんよな。この空の花かな。かな。あ、違う。ののなななのかかな。あ、そうか。ののななのかかな。あれにもなんかちょっとあった。体が炎になっていく。うん、足立海。あ、そうそうそう、足立海が。ののななななのか。あのシーンがちょっと怖いというか、うん、あそこめっちゃ好き。なんかな、モグロ福蔵っぽい。あったな、そういうの、モグロ福蔵も。なんかあるだろ？あったあった。ああいうのを思わせるような、うん、子供の時にちょっとトラウマというか、ちょっと怖かった、うん。顔がボロボロボロって剥がれていくみたいな。あったあったあった。あれをちょっと思い出させるというか、うん、あそこのシーンが見たらとっても好きじゃわ、うん。なんで大林のこの商業映画一作目をしとんのに、うん、ほぼ遺作とかの話ばっかになってしまうような。これ結局一貫して何も変わってないんよ。うん、そうだよな、うん。うん。まあなんか、あんまりこう、取り留めもなくこう話してしまうけん。うん。ちょっともう最後の方に行こうかな。うん。このハウスってそもそも、うん。何だったのかっていうか。おばさまっていう存在は、何だったのかっていうと。うん、おばさまはな、うん、もう結局、愛する人が、戦争に行って、帰ってこんかった。うん、でもまだ待っとる、うん。で、いつの間にか死んでしまって、亡霊になって、で、多分自分の妹が、自分の恋人が戦争に行った後に、すぐ結婚したけん、ちょっと嫉妬心があったんだと思うよな。なんかな、ハウスのな、考察じゃなくて、感想とか見たらみんなこれは面白い、こういうところが面白い、こういうところが面白いってみんな書いとんだけど、まあ、みちろんもそれ一緒なんよな。一緒のとこが面白いと思うんだけど、誰一人これの対しての考察をしてないんよな。そこ行ってみよう。そこ、そこ。みちろんはちょっと考察をしたいなと思った。なぜこんなことをするのか。なぜおばさまが若い子たちを、うん、呼び寄せて食べてしまったのかって。そう、うん。だって可愛い姪っ子じゃないか、うんうん、別に食べんでもええが、うん。でも、なぜそんなことをしてしまう、もう悪情じゃけん。姪、うん、っ子とかは関係ないよ。うん、もう、すべては見てる嫉妬心だと思った。うん、だってあの映画って、7人の女の子と、おしゃれっていう主人公の女の子が、うん、お父さんがおるんだけど、うん、お母さんもしんどいやな、うん。お父さんが、新しく、この人がお母さんだよ、みたいな、うん再婚するんよ。その女の人を連れてくるんよ。うん、その時にちょっと反発したんよな、うん。新しいお母さんなんていらないわ、みたいな、うん。お父さんが大好きなファザコンなのに、お父さんを取られるみたいなな。うん、で、おばさんも、愛する人を戦争で亡くして、うん、なのに実の妹は幸せに結婚して。うん、だからなんか、女の嫉妬が、なんか入っとんじゃないんかなって。で、その嫉妬、その娘のお父さんに対する嫉妬と、うん、おばさまの妹に対する嫉妬が、何かこうシンクロしてしまって呼び寄せてしまったみたいな。そう、うん。なんかそんなところがあるような気がした。誰もこんなことは言ってないんだけど、うん、
なんか意味はないんだよって言われてしまったら意味はないんかもしれんけど、うん、でも、大林信彦という人の中に、何か意味がちょびっとでもあるとしたら、うん、そういうのもあるんかなと思ったり、したんで。うんうん、そうだな。まあ他にも見どころたくさんあるんだけど、まあ長くなりすぎるけん。まあこのくらいで、まあこれ最後の、セリフ、語りみたいなのがあったよな。もう、最後は、もう、子供たち7人とも死んでしまって、で、その義理、母が、結婚するって言った母が、その別荘に来るんだな。で、来たんだけど、おばさまに体を乗っ取られとる主人公のおしゃれが、会うんよ。で、会ったんだけど、猫が横切った途端に、再婚相手の人燃えるんよな。ボーっと。で、燃え尽きるんよな。で、その後のセリフが、あるんな。愛とはみたいなやつよな。それちょっと出さんといかん。これかな。ちょでかな。違った。違うかん。ちょでかな。違うかん。この最後のセリフを言いません。本人が言うてもらおうか。最後のセリフ、こういうので締められとる。たとえ肉体が滅んでも、人はいつまでも誰かの心の中に、その人への思いとともに生き続けている。だから愛の物語はいつまでも語り継がれていかなければならない。愛する人の命を永遠に生きながらえさせるため、永遠の命、失われることのない人の思い、たった一つの約束、それは愛。だって、はい。っていうような。セリフがね。セリフがあったな。ちょっと聞こえづらかったかもしれんけど、わからんけど、セリフがあったんですって。この映画、もちろん考察しますぜ、最後。この女の子たち7人は、演劇部なんよ。お、ちょっと今俺気づいちゃった。はい。どうぞどうぞ。みんな。で、化け猫伝説っていう劇を発表すべく、奮闘し、しょったんよ。はい。だから、これって、すべて、演劇じゃ。演劇だったんじゃないの？だから、チープな感じも、すべて自分たち、まあ、高校生か知らんけど、若い女の子たちが、だからチープだったんじゃないの？という、風に、もちろん思った。あ、すごい、ちょっと、その考察すごいわ。これ誰も言ってないよ。そうじゃ。これそうじゃわ。そう。ガリが酔ったんよ。演劇部の部長なんよ、ガリって。で、化け猫伝説を、のことを酔ったんよ。そうでしょ。そうじゃ、これ。これ、そう。そうなんじゃ。作中作じゃな、これ。演劇部7人が、撮った、演劇なんじゃ。化け猫をモチーフにした。そう。そう思う。なるほどね。だから、最後のエンドロールみたいなやつで、一人一人が現れて、どうでした？楽しかったでしょ？みたいな感じで、7人が現れてくるんだな。そうだな。あ、最後のそのエンドロールの、その主人公のおしゃれが、普通にこう歩き寄るシーンというか、この、なんてカメラに向かって、手振ったりとか、しよるようなシーンって、あれってただのサービスショットかなと思ったら、そうじゃなかったんじゃ。これ演劇なんじゃ全部。そうだったんか。面白いわ。そういうお話だったんかなと思って、ホラーじゃなく、もう、ホラーを作りました、私たち。そう、ホラー演劇を作ったっていう。猫が泣いたりな。そういうことか。面白いね。そういうことだったんだと思う。大林、やってくれたな。というお話でした、今日は。そんなハウス。大林信彦ハウス。これが商業
映画、一作目、大林。うん。まだ次回も大林特集、やるけど、うん。一作目からこのボリュームよっていう。うん。ぜひ見てもらいたいね。うん、そうだね。この映画も。うんうん。面白い映画だから。うん。じゃあ、そういうわけで今日はこの辺で。うん。ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。映画って本当にいいものですね。へえ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。